ウケないけど待って何買ってんの、ウケる、ね、旦那さんが買ってくれたからちょっと私も逆に取り返してみようかな今ずっとこうやって見てたんだけどすぐ出てくるからやだはい、コリちゃんの地元に来ました。はい、今日は親友の地元、一泊二日で行きたいと思うんですけれども、はい、なんとですね、我々のこの企画に今回、スポンサーさんが来ました待って、おかしいよくわかんない、なんかとりあえずなんかあのそういう話になりまして、というわけでこの動画はですね、はい、シプリカさんの提供でお送りいたしま す。お願いします。ただ普段と何も変わりません、はい、あ、変わりはないですね変わりませんやばい、ちょっとやばいっしょ、ちょっと身が引き締まる思いでございますよ、ちょっと真面目に旅をしたいと思います、はい、それではレッツゴー、はい、うわ、はい、2階の空いているお席で、え、すごっ、登っていきます、黙っちゃう、え、今日コーヒーのいい匂いしませんか、すごいすごいへこんでるよ、すごくない、すごい、すごいえ、ここはこう古民家なんですか、めっちゃいいじゃん、やばみー、すごいビオカンピー、やば、秋だね、これが小柳、隣が本箱、あっちか、あっちで、こんな立派なの、ディディすごい、あ、さっきのやってたやつや、よし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 、本箱でございます、じゃーん、え、すごーい、すごい、すごい、めっちゃすごい、すごい、すごいです、すごくない、趣が趣だよ、趣と風情とそういう日本語がマッチするような場所ですね、十条、松本十条何それやば、コリちゃん、コリの好きじゃん、でも好きしかない、さあここここここに座って、なんだろこれ、こんなことでしょ、あ、そうそうそう、そういうこと、あ、そういうことだよ、すごい、そういうことだこれめっちゃ楽しみ、ね、これこんなの私にしたもんこれすごいです、すごいです、セットのすごい、ここで嬉しいのだったということですよ、そういうことですよ、今や、うん、すごいわ、え、もうなんか満足してる、シャルテル、やばい、秘密基地みたいな、何、すごい、あ、見てください、何ですかこれは、あ、これはリンゴの、出た、長野といえばリンゴじゃん、シードルかな、シードルですかね、シードルですね、ねえこれさっき言ってたタンブラーだよ、あ、本当だ、え、これもらえるの、もらえるって言ったやつ、やばくない、これにコーヒー入れてのやつ、これいただけるの、あ、すごいね、え割れない、紙じゃない、紙じゃないよ、これ紙じゃないよあ、こういうことですね、ね、失礼いたしました、やば、ここがお風呂です、待って、もうしかも入ってんじゃん、やば、え、なにこのなんか陽気な太鼓の音、え、待って、すごすぎん、ここ、ここねえ、これやばいって、今日ここであの
話しましょうか。そうだね。やばいってこれ。もう文豪も真っ青。てかさ、ちょっとさ、歯が黄色くなってきて、歯がじゃ、歯が。ステインかなじゃないんだ。こちらですね。え、もうこれ地元民しかわかんないじゃん。あんまりそうですね、来ないんじゃないですか。ここは自家製とかも好きです。あら、自家製好きな方です。あら、神々しいです。すごくない？やばい。しかも量多いね。顔顔顔。めっちゃよね。西川くんみたいな。よくわかったね。どう？やばい。うまい。本日こちらの。宮坂をいただいております。甘いんだけど、めっちゃさっぱりすっきり。あ、じゃあ結構普通に先生飲みたやつだ。宮坂ね、うん、美味しいでございます。そのままとやれる。うん、うまいもか。でもね、美味しいところ取ってくれるの、ね、そうなの。そうでしょ、そうやって生きてきたでしょ。実家でもそうだった。あ、私もそうだった。正直さ、男の人の方がさ、わかるよ。もうちょっとおかっぱでみたいなさ、ところめっちゃ綺麗にしない。そこ細かいのはいいけど、逆にこっちやってみたいな。そうそうそう。めっちゃわかる。あれ何なんだろう。わ、いた。ウニもうちょいいたら。めっちゃ美味すぎるな。ここはちょっと食べてる。これうまい。コードリーって。うまいよね。あ、もうポリポリいって、ポリいって。これウニと生肉とウニとイクラでしょ。そんなうまいうまい言うたかてな。いや、うまい。そうなの。うまい言うたかてな。僕は行っちゃう。はい、というわけでやってまいりました。はい、どうもやってまいりました。改めまして、本日はコリちゃんの地元長野の松本に、松本市でございます。どうもどうも。まあ、ご飯はね、そう、もういい感じに、もうね、だいぶ飲んではいる。飲んではいるんですけど、一応改めまして、はい、本日はですね、はいはい、シェプリカさん。シェプリカさん。シェプリカ、あ、シケットどこだったっけ？どこやっちゃったかな？ここやっちゃったんじゃない？ここ、そこにあった。あ、そこにあったよ。今ね、ここに、コリちゃんにね、あの、身につけるべき。コリちゃんが身につけられる下着を持ってきてるんだけど、まぁ、あ、チラッとお見せしていいですか？もちろんでございます。はい、あのね、やばくない？この大量さ、ちょっと出していこうよ。ちょっとビジネストーク入ります。いや、あのさ、下着って、やっぱ、高いじゃない。そう。ちゃんとしたのを買うと。え、めっちゃ高いよね。高いよね。え、しかもさ、これって高いし、毎日身につけるものなわけ。そうなのよ。わかります？そう。でさ、私はどっちかっていうと、胸元お金かからない族なので。あ、そうか？そうなんだけど、大きいサイズになればなるほどデザインとかもないじゃない？ないし、デザインはない、色はない、で、しかもね、結構、その、私的に、なんかそんな、ね、大きい代表みたいなのを言うのもなんなんですけど。まあ、今、この場では大きい代表になってもらわないと困るんですけど。そうですよね、そうですよね、そうですよね。いや、そう、一心にね、それを、あの、皆さんの声をね、あの、大きい皆さんのね、声をね、私が代弁しますけれども、とにかく、ここが大きく見えると、もう、何を着てもめちゃくちゃ太る。気太りする、だからもういかにこうちっちゃく収めるか、コンパクトにね、そうしたいわけよね。で、どれだけ小さく見えるか、もうそれしか考えてないからデザインが可愛くないのよ、なんだけどさ、このシェプリカさんは、どちらかというと本当にお手頃価格で、すごいね。
そうなんで、お手頃価格でさらに大きいサイズでも可愛いデザインがあるっていうので、うんうんうん、そうめっちゃ可愛いの。そうちょうどこの女子トークできるポリちゃんとの、ね、このね時にね時に女子だけのこのそう紹介できるなって思ったからえめっちゃこれ可愛い。え私青好きなんですよ。で青好きなのとこのちょっとさレースが入ってるからさより可愛らしさが引き立つじゃん。なんかすごいちゃんと PR してくれるそんなあのね今回ねそんなしなくていいですって言われてるから本当にもうちょっと一個だけ感動したポイントを言っていい？いいよ。私さこのカップが大きいのと、うん、ここが太いの分かります？分かる。そうするとねここの肉をねうんってやってくれるから入れてくれるのね。ちっちゃく見えんの見えんの。え最近マジずっとユニクロなのよ。私もだよ私もだよ。もうお世話になってますユニクロさんみたいな感じで。この間だからさ撮影に行ったんだけどさ、うん、その時にさ神田間さん最近測ったことありますかって言われて、うん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 、ないですねみたいな。もう大学生以来下着のサイズ測ってないでもそんなもんだよね。そんなもんで、ね、それぶりに測ってくれてもうそれだけでちゃんとしたやつまできた、ね、違うんだよね。そうだからちゃんとしたやつつけるだけで全然違うの。ダメなのよ下着って大事だなって思ったんですよ。やっぱ下着から女ってねいろいろ気分も変わると思うよ。そうまあ本当に、うん、内面からね内面から今日は女子力をね、はい、上がる女子力とか久々に言ったわ確かに女子力というか、 だから女を楽しむので、ね、そうだね今日は内面から行きたいと思うのですが、ねはい、ただ本日10月21日ですね、はいはいはい、先月は9月ですね、はい、9月といえばもうやばいって私全く来てないのに9月といえばまあ、ちびだまも誕生した月です。そうだよね。ちびだまちゃんの誕生月かな。誕生月でもあり、はい、コリちゃんの誕生月でもあります。ハッピーバースデーコリちゃん。やばい。というわけでコリちゃんといえば、はい。でもマジで、まあ、待って私今日持ってきたのにどうしようね。コリちゃんといえば、はい。好きなブランドは何ですか。はい。あここシャネルでございます。CHA シャネル CHA はシャーシャーだからさやばいって嘘じゃんそんなあばめーねマジさっき仕込んどいたんだろここにおめでとうマジでねえおめでとうタラッタラッとえ本当に本当にあでもでも、うん、もうこの下り何回目ですかね。最初が2019年くらいで。やばいんだけど。も私もいろいろ考えまして、うん、はい、なんかもう一周回って限定回帰をし、うん、なるほど。シャネル好きの人が、はい、シャネルを楽しみながら、はい、ド定番で使えるもの。何それにしました。しかもなんかちゃんと今回メッセージカードが書いてあるついてありますやばい33歳になりました。おめでとうございます。いくつになりましたか。あれからみんなもう年を重ねてるんじゃないですか。そうだよね、はい、でもやばい毎年もうありがとう本当にちょっとやばい全然でこれいいですか開けさせていただきますね、はい、大丈夫です。いやもうやばすぎるってあもうやばすぎるってうわ私絶対やっぱ持ってくるべきだったって全然そういうのじゃないからあるんだっていやそういうのじゃないあるんだってあるコリの地元でコリを祝うコリ祭、うん、コリ祭ですいらっしゃいピュンでもねもうやばいえ嘘私あのね、うん、でも見たこと当たり前のものなんだけどはぁやば当たり前のものなんだけど持ってない当たり前すぎて買わないよね。でも欲しいの、うん、えやばいんだけど今回はですねなんとナンバーファイブのこのヘア&ボディミストまあいい香りえ超可愛いんですけどでこのナンバーファイブのこのやつは、うん、あの実はハンドクリームねそう私見えてたシャネルのハンドクリームってやっぱみんな使ってる人もね、うん、この年齢になると多くなってくると思うんだけど、うんうんうん、ナンバーファイブの香りの方は実は選ばないそうみんなそうなの実はそうなのよやばっていうもう実用性重視の本日今回今年はえこの玉えやば嬉しいあもう久しぶりえこれ本当にいい香りなんだよ
わ、5でしょ。5だ。しかもなんかね、5、コリがさ、5の本当は癖が強いんだよみたいな言ってたじゃん。でもこれは使いやすいんだって。え、めっちゃ、あ、5だけど、あ、すごいなんか、あ、いい香り。一瞬5かなみたいな。全然強くない、うん、強くないの、そうそう。え、しかもね、ハンドクリームってヘアクリームにもできちゃうわけ。あら、でも今回はヘアミストがあるボディもあるけど。え、マジで嬉しいんだけど。で、来月、あの、海外に行くってことなんで、そうそう、ぜひちょっと。え、これブワーかけて、下着、いいやつかけて、何するんですかね、何するんですかね。え、もう本当ありがとう。とんでもございません。いや、めちゃくちゃ喜び方が素晴らしい。ありがとうございます。喜び方が素晴らしい。はい、飲みましょうかね。はい、そうだね、そうだね。はい、飲みましょうか、ね。ちょっとしんみりとしたところで、ありがとうございます。はい、本日はですね、はい、長野県に松本市に来ていることということで、はい、長野のもうおなじみの、はい、こちらヨナヨナエールとザ・軽井沢ビール、軽井沢ビールも飲みやすい、飲みやすいらしい。ヨナヨナエールはちょっとコクがある感じかな。そうだね、うん、大好きなんです。美味しいよね。じゃあ改めまして、はい、皆さんもご一緒に、ご一緒に乾杯、乾杯、いただきます。うん、あー、うまっ。軽いでしょ、めっちゃ軽い。水でしょ、うん、え、水みたい。水だよね、多分。水、水なんだと思う。え、そう、軽井沢ビールは多分ビール苦手な人でも、すぐ飲めちゃう。ちょっと話変わるんですけど、ええ、昨日、キンプリちゃんのライブに初めて行ったんですよ。あ、そうでしたね。行ってきたんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。ご当選おめでとうございます。ご当選しまして、一人で行ってきたんです。昨日ですね。昨日です。お一人で、お一人で。一人だけ神田さんって声かけて気まじいだと思う。すごい嬉しかったよ、なんか。え、いいね、ソロ活。でもさ、ライブ始まる前のさ、あの空気が一番楽しくない？そうなんだよ。なんだけど、なんだけどさ、うん、ちょっとジャニーズのライブ初めて。あ、私行ったことないよ。言っていいんだけど。スマイル、スマイル。え、でもまだ、あれは保証会社。あ、保証会社、そうだね、そうだね。まあ、元 J の。元 J の。ライブ初めてじゃん。うん。みんな静かだなと。静かなの？わかんない。私の席だったからかわかんないけど、思ったよりも、そうなんだ。ライブ始まる前もみんな割とお静かで。え、全然イメージ違うんだけど。そうなんだよ。もっと、なんか、シャ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 、キャーみたいなやつが出て思ったけど、出てきた瞬間、うわーってなったけど、みんな結構、すごいね、マナーがいい。ジェンヌみたいだね。そう、上品ジェンヌ。わかんない。我々 ABEX で聴いてるからさ。そうそうそう。ABEX トラックだからさ、もう、あってさ、てめえらーって言われても、そうそうそう、もうこれで何十年、何十年生きてるから、わかんない。J の界隈わかんないです。わかんないけど、お静かなんですね。割とね、うん、だからなんだろう、すごいお上品で、あ、そう。だお上品の中で、かっこいい二人を拝むっていう、でも崇拝タイプ。あ、寺みたいなこと？え、でもなんかその曲に盛り上がりたい、私は。ウェイじゃなかった、なんかもう。あ、違うんだ。でも、尊いってことなのかな。曲終わりとか、うん、わかんない。ナミエちゃんとかさ、うん、ゴマキとか、うん、あと、A ネーションとか、うん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 、トリプレイもコリと昔一緒に。アタコーラランブとか。急にどうしたって。みんな叫ぶじゃん。叫ぶ。叫ぶ、叫ぶ。うわーみたいな、じゃーみたいな。なる。ナミエーやる、絶対やる。で、しかも、なんかあの、バラードの時も誰かしら、あの、こうやるんだけど、チパチパチパチってやるんだけど、誰かしら叫ぶ。そうそうそう。誰かしら。行くじゃん。でも、もう叫んじゃうよね、みたいな感じだったけど、なんか割かし。あ、もう絶対ダメだった、私。もう何十年追っかけてたもん、ずっと、ミサコーって言ってるもん。言っちゃうよ、ね。ミサコーって、そう。じゃあ、ゴマキのライブとかは、うん、もうひたすら、マクシューンマクシャーンだし、歌の合間も、合間も、ね、合間の手だったからさ。なんか海外っぽい感じかなって思ってる。なんかそれこそ。なんか、ふわふわみたいな。うんうんうん。ああいう感じ。そうそう、違うんだ。え、じゃあ気をつけよう。もしだから、私、そう、ちょっと、いつ行くもっとちゃんと上品にやろうと思ったんだけど、うん、その時に、ほんと、昨日の今日であれだからさ、明日のことも常に頭に入ってるわけよね。Yesterday, today, tomorrow. だから、帰り道終わって、いや、ほんとにでも楽しかったの。楽しかった？ほんとに楽しかった。あの、楽しかったっていうか、うん、尊かった？うん。なんだけど、やっぱ来てる人たちみんなおしゃれして、なんかすごいおしゃれして、メンバーカラーの
わあそうだよね、一丁だで着てんだよね。そうでもその時に思ったよ、絶対みんな、うん、ユニクロの下着はつけてないよなって思った。それはそうだわっていうか確かに私ライブ行く時一丁だよ中も。えだよね、うん、やっぱ普通そうだよね、うん、あとあれ絶対負けられない日、絶対この商談受注させなあかんっていうそれこそ構成もね、いやもうもうぶわつけて、もうね爪ももう完璧にする、でもうここもシャネルの時計する、下着バチバチつける、でヒールねもういかに高いか、うんうん、あの高さもそうだし金額もいいのが高くなります。あそう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 、でもうバッチバチに決めていくと絶対うまくいくから、うん、大体そうだね、うん、もう私の長年の長年の長年の仕事で培ったルーティーン、そうルーティーンですよ、もう今日負けられるっていう時は絶対。えさあなんかそういう時推しに会うとかそういうのがあるとさ、やっぱそうやって女も潤っていくんだね。だよと思う。マジでなんか自分より年下だろうなって、もう本当20代前後の子が本当キラキラしてた。いやだって好きな人に会いに行くんだもん。いやそうよ、なんか一個話していい、うん、どうした。永瀬廉くん分かる？うん分かるよ。あの人はね、うん、あの人はね、いや誰やね急にあの人は多分、うん、カメラテレビのカメラのレンズが、うん、改造追いついてないわ。あんなに戻ったすぐ追いついてないのか。追いついてないそんなに美しかった。あ美しい美しかったそんな、なんか美しいのはすごいわかるんだけど、うん、そんなダマちゃんが言うほどそんな美しかった。美しいんだ。パーン切り抜かれたの。うん。映像に。はい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 。私もう、キャーって言った直後、うん、こうなったの。キャッ。いや、だからもう待って待って、もうそれテラじゃん。やっぱ。でもミサコの時、うわーになるでしょ。あ、なる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 。ミサコが、とか言ってもうなんか、みたいな。もう、にゃーかわいい好き。もうかわいい好き。そうだね。いやもうなんか生きててくれてありがとうって言ったら、みさこちゃん12月末にライブしますので、あらお会いする方いるじゃないですか。お会いする方いるかもしれないですね。同じやついるかもしれない、はい、こんなこと言ってまだ迷ってるんですけどね。なんでカウントダウンなんで。あえ大晦日やんの？悩むでしょ。そう悩むでしょ。私だって大晦日さ一人で行くんだよ多分。もうめっちゃ悩まない。え連れて行けばいいじゃん。なの？うん、いやいやいやいいじゃん。いやいやいかんって言ってるダメ。うん、一緒に行ってくれたりはするんだけど、旦那は美佐子を眺めている私を眺めて泣けるんだって。いいじゃん、だから泣けばいいじゃん。え、泣けばいいじゃんって言ったら、なんかそれが3回、4回とかって続いていくと、ちょっとその感動も薄れてきて、なんで一日は俺も、まあ、予定もあるし、みたいな。SNS どうする？あ、でも割と。え？あ、割と。結婚して何年目だっけ？4年目かな。え、今まで一緒に過ごしてないの？カウントダウン1回過ごしたかな。あ、でも去年はね、旦那さんの実家でね、カウントダウンしたかったの。あの、旦那さんのママのこと私大好きなんだけど、うんうん、旦那さんのママの手料理食べに行こうと思って、うん、とりあえず私は実家にその前まで帰ってたのに、わざわざ帰ってきて、あの、名古屋にね。ね、行こうと思ってたんだけど、その向かってる車の中で突然扁桃腺腫れてきて、ね、そうじゃん、体調悪かった。そう、え、突然腫れて、とりあえずなんか謎の抗生物質なんか家にあったか飲んで、そして治ったんだけど、まあ行けないじゃん私だけ、うん、なので去年の年越しは一人で過ごしました。そんな人いるかな。いないでしょじゃあ今年来年、うん、今年から来年にかけては、うん、推しと過ごすか、推しと過ごすか、旦那と過ごすか。でも旦那の実家好きなんだよね。旦那にしなよそれは。いやでもさ、美佐子も捨てがたい。いや、わかんないよ、わかんないんだけどさ、うん、このタイミングで年越しライブするってことはさ、なんか発表あるんじゃないとかいろいろ考えんじゃん、ね、何とは言わんが。いや、わかんないよ、何もわかんないよで最近何を隠そう、何もう一つファンクラブに入りました。何初耳なんだけど。え、あ、そうだっけ。そうかも。当てる。何、うん、何系？ K-POP。 あれじゃん、あれじゃん、なんだろう、あれじゃん、なんだ、 X No 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 No。 え、それ XG でしょ。うん、え、 K-POP
K-POP でございます。ですね、日本人が2人おります。1人、AKB グループの子がいらっしゃいます。さあ、そうです、正解です。ルセラフィムでございます。さくらたんいる、さくらたんわかる、わかる、さくらたんがいるルセラフィム。私はピオナなんです。ピオナってよく聞く。そう、ピオナってルセラフィムのファンの好評ファンクラブ入りまして、誰がお好きかというと、まあ、ユンジンちゃんっていう子が、さくらさんじゃないんだ、そこごめんなさい、さくらさんも大好き、あのみんな大好きなんだけど、ユンジンちゃんのことを私、 あのね、うん、あのグループの中の3人が、うん、プロデュース101っていうところから出てきたんですよ、うん、それはオーディションみたいな、オーディションアサヤンみたいなノリです。ああ、まあそんな感じ、そんな感じ、まあ大枠ね。オーディションに出てた時にユンジンちゃんって、キリンちゃんって当時呼ばれてたんだけどね、うん、背が高いから、がめっちゃ可愛くて、うん、めっちゃ可愛いな、なんなんこれと思って、生き物かぐらいの感じでちょっと見てたんだけど、まあもちろんそこではさ、デビューしなかったのよ、オーディション落ちちゃって、うん、でそのままあの、まあ、大学行くみたいな感じで、あんまりもう芸能界出てこないみたいになってたのに、なんかルセラフィムでデビューした。いろいろ多分あのもうご存知の方いるかもしれないけど、本当奇跡的にデビューしてくれて、押せるってなって、ユンディン押せるんやってなって入っちゃった。え、ちょっと見たい。え、バカかわいいよ。ユンジン。うん。ユンジン。ルセラ。出てくるんですけど。バカかわいいから。え、嘘でしょみたいな。妖精やん。え、全く顔いじってないんだよ。いじってもこんなのね。くっそ、かわいい。すごいね。同じ人間なの。うん、ね、綺麗でしょ。でさ、これでさ、ツンってしてる感じの顔してるくせに、すんゲゲラだし、もうなんかなんつうの、ちょっと天然も入ってるし、おっさんだし、多分ね、ユンジンもカメラの解像度追いついてない。いや、そうだよね、多分実物やばい、やばいやばいと思う、やばい、もう超行きたくて、もう全部落ちたの。ちなみにライブ、あ、やるんだ、うん、あのやってんだ、日本来てくれてたの、名古屋まで来て、名古屋まで来てくれたのにさ、終わった。今ちょっと一人メンバー体調不良だけど、あら、でも押したい。すごいよね、やっぱ活躍してる人たちのパワーってさ、うん、やばいやばい。そうだからちょっと美佐子好きだけどちょっと浮気した。いいんじゃない、たまには。そうだよね、ちょっとたまには。別に美佐子への愛がさ、あ、そうそうそう、ないわけじゃないじゃん。美佐子はずっと美佐子だから。それで言うとさ、うん、連会でカイちゃんも、あー、え、どっちが好きなの？二人から選べと、うん。やべえ、今日一悩んでやがる。そんなやついいる？マジで、高橋海人は、クリエイティブすぎて、ダメ？いやいやいや、てか、レンレンもそうだけど、うん、彼の才能は、ダンスもそうだし、うん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 、絵とかも描けるし、うんうんうん、歌も上手いの、うん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 、で、作詞もできん、うんうんうん、見た目もいい、うん、なんかね、わかんない。レンレンも、まだまだ、はいはい、まだまだいろいろあるのよ、うん。なんか、ツンツン、それこそツンツンそうに見えるんだけど、めちゃめちゃ繊細だと思う。あ、そういう感じなんだ。え、なんかすげえ、なんか大人だし、え、なんか、選べって難しくない？え、じゃあ分かった分かった。推しとして選べの難しいわけじゃん。じゃあ、どっちかと結婚できるって言ったらどっち？あ、もうおこがましいとか一体さ、一旦抜きにしてね。わかるよ。そんな推しと結婚するなんて想像すること自体おこがましいって言うとすごいわかるんだけど、一回。聞きたい。カイちゃんかな。あ、それはなぜ？料理上手っていう。いや、親友は普通かったっけ、エンターテイナー言うて。いいね、いいね。そうやってね、ちょっと日常の生活に置き換えるとそうなるんだけど。本当に、なんかとりあえず活動しててくれてありがとうって。もう飲みよった。もう一本持ってくる。失礼。私、今日なんかドーピングしてるからめっちゃ飲める。やめて、誤解が生まれる。あれ、そんなさ、浮かれポンチなテンションで帰宅して、うん、でも私、一番何が好きって、うん、旦那っちの顔じゃないですか。好きだよね。あの顔、え、あれさ、似てるアイドルいなかった？あー、誰だっけ？神宮寺？あ、そうだ！神宮寺、ね。神宮寺の、似てるよね。神宮寺さんの、え、似てるんだ。もっと、タイ人に寄せて、神宮寺さんにタイ人フッってやってやったら、もっと崩した感じで、え、崩さないよ。崩してる。
違う、あんたの旦那。でもやっぱね、うん、ほっとしたのはやっぱそこなんだよね。あ、なるほど。家帰って、うんうんうん、彼の顔を見て、うん、好きって思った。え、やっぱ大事だね。推しやん。しかも、本当にダメちゃんが好きな顔してる。マジで。でも、神宮寺さんが好きな顔かって言ったら違うんだよ。え、だからなんかそこにさ、タイをフって入れてるから。やっぱタイが大事なんだよ。タイが大事じゃない。濃さが大事やん、やっぱり。やっぱりね。そうなんだ。うん。あ、2杯目これ。あ、そっち行ったの？うん。飲みたかった？ちょっと飲む？何これは？山の上。入院。最近、何した？旦那ちと。うま。先々週これも水だね。そんな水じゃん。ありがとう。ね、あれ、沖縄に行きました。うん。で、沖縄にね、私、あの、タイムシェアってやつ買ってんだけど、うん、マジで家。うん、すんごい綺麗な家みたいな。だから、旅行先で、その、暮らすように旅できるみたいな感じで。最高だね。最高なのよ。キッチンもあって。エアビーみたいな感じなの？あ、そう。なんか、ホテルが運営するエアビーみたいな感じ。だから、めっちゃ、こういう感じのところに、キッチンもあり、普通の何、ダイニングテーブルもあり、冷蔵庫、洗濯機とか、もうなんか、本当に、行く人たちは多分1ヶ月ぐらいなんかわかんないけど、まあ、そこで本当に暮らしに来るみたいな感じなんだけど、最高だった。最高や。しかもなんかもう何も気使わず、ただただ旦那さんとご飯とか美味しいねって。その様子はさ、上がってたじゃん。あ、そうなんだ。そんな感じだった。そう、あ、ちょうど昨日は旦那さんと二人で和食を食べに行ったんですけど、あれなんだっけ、平山荘っていう。あ、出た。そう、いや、この間のコリちゃんとのやつでも平山荘ちゃんと紹介してるから。あ、本当に？第2弾行きました。平山荘。松茸ね。松茸コースバカうまかった。まあ、そうだったし、エロかったわ。エロいでしょ。あんなエロい松茸見たことあるみたいな。一つ一つ、なんか、日々のご飯を丁寧に食べてなかったなっていうことがすごくわかる、丁寧なご飯なんですよ。はい、ご賞味いただきたい。一生に一度は行っていただきたい。行きたいですね。でも予約がね、結構取れない。でしょ。そしてお高いんでしょ。高いですよ。いいよね、でも。でもやっぱね、そう、値段を出すっていうと、もう価格出したことで、もう嫌顔でもさ、丁寧にいただこうって思うじゃん。うん、なる。それこそ、ランチで行ったんだけども、ランチ3時間、4時間ぐらいかけていただくのよ。でも、素晴らしいよ。胃袋追いつくん、それ。あの、ほんとちょっとずつちょっとずついただくから、ちょうどいいぐらいの胃になって帰れる。いいね。平山荘そこがすごいいいなって思う。あ、ちなみに私ちゃんと平山荘に行く日はマジでガチの下着。下着。私ガチの下着、うん、出産前に全部捨てた。うん。これをマジ？この先着れんと。うん。なんかつけなさそう。ペッって。うん。すごいね。ペッて、だからもう今綺麗にユニクロの黒とベージュしかない。わかる。うん。私もさ、ユニクロ、あと、ユニクロのパンツ最高じゃん。締めない。いるよ今。いる、私も今いる。いる。ユニクロのパンツ30万くらいある。ねえ、わかる。毎日もうこうやってもらった。でもね、ペッて取れたもん。しかもね、お腹まで隠れる。そう、深いです。めっちゃ気持ちいいよね。でもマジ気抜くんだよね。え、ほんとそう。ね。ほんとそう。なあ、ちょっと劣化したなっていう時あるもん。だからこの間ね、うん、それこそ、マリナちゃんですよ。マリナちゃん。マリナちゃんと、近況報告する中で、下着の話になって、ちゃんと買ったって言ってて、産後も。いやー、すげえ。それでね、なんかマリナちゃん、ちげえなって思って。いや、だってさ、私それこそさ、ユニクロでパンツ追加で5枚買ったさ、帰りにさ、プラザ行ったらさ、マリナちゃんがさ、プロテインのさ、あれマリナちゃんさ、そうそう、あ、やっべ、みたいな。やっぱ、可愛い人はさ、綺麗な人は、そうすると、みたいな。はぁ、やばい。ポリ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 みたいな。田中みな実さんとかもさ、やばい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 。すげえ、すげえ、あんだけさ、ビタミン C を何時間にとかってやってんのを SNS 見てるとき、うちら何してる？
こうポリポリ食べられるよね。やっぱちげえなーで。すごいよね。え、だってさ、みなみがさ、結婚しない理由さ、夜保湿できないからって言ってたよ。やばくない？え、夜べったべたに保湿して、テッカテカの状態で寝れないか。寝てるけどね。テッカテカの状態で寝てるけど、私。なんなら目の前で全然もう、普通に、うん。寝てるけど。塗りたくない。こんなんだって。旦那がもう、見てこのパックみたいな。ピカピカだねっつって。そういう今日もテカテカだね。あ、優しいね。優しいね。旦那さん本当に優しいよね。優しいな。やっぱほらそうやってさ、うん、外面が美しい人たちはちゃんと、そうやっぱちゃんとしてんだよね。その見えないところもやってんだよ。やっぱ自分のなんかこうそう女であるためにみたいな。ダメだよな。旦那の言葉にさ甘えてさ。こんちゃんなんかだんだんチムチムになってきたね。かわいいねとか言ってくれる。そのワードチョイスが。もうこれ普通にあの訳せばおおまあ太ったなって言ってるね。こんちゃんチムチムになってきたね。かわいいねって言ってくれるからなんです。傷つけないワードだね。そうそうそう。やばって思いながらね。やばって思いながら。でも本当にね、本当に私今ね、でもブラジャーだけはユニクロじゃないのにしてる。なんでかっていうとね、ユニクロにしてた時ね。びっくりするぐらい垂れてきたから。本当にそうなの？うん、あ、私ね、なんでかっていうと、ユニクロが悪いって言ってるんじゃなくて、わかるよ。あの、もう捨てなっていう状態でずっとつけてたから。え、そんなん言ったら。わかります？あの、ビヨンビヨンの、ビヨンビヨンの状態。もう、苦しくない。全くっていう。でもさ、ユニクロのさ、ブラジャーも最初つけるとさ、あ、苦しくないなと思うけどさ、ちゃんとシュンってなるじゃん。うんうん。あの背筋はちゃんと一応伸びるぐらいにはなるじゃん、うん、それをさ日々使ってるとさクターってなるでしょ。アジェをアのまま使ってるとね、本当になんか鏡で自分を見た時にあってなって今あ、もう彼これカップ付きキャミしか着てなかったからな。カップ付きキャミの時代もあったわ。あるの？あった。どうにもなんなくない？どうにもなんなかった。なんもだってホールドないでしょ。そう、なかった。その時代何してたと思う私。営業職。ニート。あの時代じゃん。はい、3ヶ月間のニート。ニート時代。とりあえず貯金で生きてろ。え、ニート3ヶ月 ?3 ヶ月。私、ニート1ヶ月。え、1ヶ月ならさ、もうちょっと行きたいなと思う？え、耐えらんかった。あ、1ヶ月でも？何もしない。そう。だって貯金もなかったし、あ、まあ、ばあちゃんが、確かに。なんかお小遣いくれて。わかる、親のお小遣いもすがるしかないよ、あの時。24、5ぐらいかな。割と、あ、そうじゃん、割と後ろ、違う、20。うん。え、もう違う、もう気持ち手前だ。もう気持ち手前だっけ？私が第4時だから。え、第4時 4じゃね ?4 か ?4 ぐらいじゃない？ 4 かな？ちょうど私多分、広告代理。あ、その時だ。そうだから、あ、違う、働いてるわ。働いてるよね、働いてるよね。働いてる。その時。え、3ヶ月と、え、なんなら3ヶ月で職決まった後に3ヶ月、なんか謎の着任までの期間あったから、何もしなかったら6ヶ月ある。でも残りの3ヶ月は職決まってるから、なんかまあ。でもその社会人での貯蓄があったからあれでしょ？あ、そう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 。だし、なんかまあ、会社辞めました。もう無理ってなって辞めました。その後、なんかちょっと契約社員じゃないけど、うん、なんかちょっとバイトっぽい感じでやってたんだけど、うん、あ、なんか、無理ってなって、そこも行かなくなっての3ヶ月は、本当に大変でしたね。あの時は、もうブラジャーなんてつけないよ。全部ブラジャーにつながるね。うん、でも、マジでさ、そうなんだ。下着ってさ、心に関係してくるんだよ。やっぱり。もう、なんかね、本当に思う。ある、あるよね。え、ない？え、なんかすっげえ思った。え、思うよね。もうつける気力すらないの。私は今日も生きている。ただそれだけ。わかる。え、だって、うん、アラサーの、そのなんだ、うん、20代後半の時の YouTube やってる時なんて、はいはいはい、あの、服によってはやっぱカップ付きキャンプつけてたけど、うんうんうん、ユニクロのブラジャーなんて手出してないもん。いや、そう。そうなんだよ。あの、彼に行かなきゃいけなかった。そう。男性を彼に行かなきゃいけなかった。私その日何かがあるかもしれない。うん、いや、だって私さ、ハワイまで行ってさ、あれ、ビーチジョンみたいなやつ。なんだっけ。あれ、だから、ビクシー、そうそうそう。もう、私、ずーっと、独身時代、ビクトリア・シークレットの、あの、いいねやつと、いいねー、ティーとね。ティーと、あんなさ、
さあね、あれしかも海外でしか買えないじゃん。そうだね、日本で買えない、うん、ハワイのお土産は大体ビクシー、そう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 、でも私も絶対お土産ティー買ってきてだったもん。いやそうだよね、柄の派手なやつ可愛いからティー着るとケツが引き締まるよ、キュッてね。えでしかもね、しかもね、うん、いい、私いい今ね黒とかベージュとかしか着てないんだけど、はい、私もですよ。私独身時代って黒の下着って多分一度も着けたことないの。わかるよ、私もこの色ばっか、私サテンばっかつけてたもん。いやそうなんかねあれカラーセラピストの人が言ってたの。何？黒の下着つけると細胞が死ぬよって。わかんないよ全身死んでるんだけど私も。いや違う、下着あの直接肌に こことかあのね下の方とか、うん、なんか、うん、マジか、細胞じゃないな、でもなんかホルモン、うん、影響はありそう。ホルモンかな、あのカルンだったらピンクと赤、カルンだったらなんかカラーセラピーがあるんだって、落ち着いちゃうんだって。そう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 、だからそういう意味だ、そういう死ぬ女の仮能力が死ぬ。やっぱ意識が変わっちゃうんだろうねでもさ、私はその言われても黒の下着ってめちゃくちゃなんかかっこいいじゃん、うん、だしなんかエロいじゃん、うん、いいじゃんって思ってたんだけど、なんかその嘘か本当か、ま、ね、あの、まことかわからない、なんかうさんくさいカラーセラピストがテレビで言ってたことを真に受けて、うん、ずっとこの色。本当にこの色。じゃない、これか、水色。わかるよ。私、黄色とかもつけてたよ。いや、そう。捨てたものは全部カラフルなの。いや、そうだよね。いや、なんかあれ、若いならつけれるかなとかって思ってたけど、やっぱ。いや多分ね、そういうことじゃないんだよ。意識問題だと。気持ちだよね。心だよね。やっぱ夏とかはさ、うん、薄着になってくるから、下着が見えちゃったらと思って。ちゃんとつけるよね。うん、ベージュのやつとかね。そっかつけるし、でも冬ってやっぱ下着遊びやすいじゃん。うん、だからよりちゃんとやってたよ、昔は。いや、テンション上がんだよね、やっぱり。そうなんだよ。今日何つけてたっけって思ったりしないと思ってた。いつでも平気って感じだよね。絶対に思うもんかと思ってた。変わるよね。変わるよね。本当に変わるんだ。だって神崎めぐみ、本当神崎めぐみさんとかって名指しで言っちゃうけどさ、うんうん、絶対下着ちゃんとしてると思う。あ、してると思う。でも本当にね、なんかね、それこそまたね、その下着メーカーの友達の話するけど、うん、すごいね。が言うには本当にずっとユニクロつけてる形崩れるよってずっと言ってた。あれはお家とか。それこそ外に出るときっていうよりも楽にしたいとき、ラフにしたいときとかにいいんじゃないみたいな。なるほどってなって。なんか背筋伸びるわ今も。うん。キュッ。すっごい伸びる。やっぱ大事だねそういうの。大事だよ。やっぱ意識って大事じゃない？大事。なんかそれで言うとさ、うん、結婚した他にも変わったことっていっぱいない？うん。割と。あるよね。うん。割と。ちなみに何？私パジャマめっちゃこだわってたから。おう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 。今もうクレヨンしんちゃんの T シャツとか。かわいい。なんかそう、なんかそういう風になっちゃって。あ、本当？色気の色地もないんだ。ない。ない。そうなの。部屋着だけは毎日変えてる。ワンピースみたいな。わかるよ。わかる。わかる。ちゃんとしかもあれついてるやつだよね。あ、そう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 。なんかこういうさ、わかる。わかる。タンクトップじゃなくて、なんかノースリーブのやつに、こう、羽織るみたいな。ちゃんとしてんね。でも、全く気にされない。でも、夏とかは、旦那さんの好きなね、部屋着があるのよ。なんかこう、ドットのやつなんだけど。ドットが好きなの？ドットのやつ、なんかそう、旦那さんにゴマちゃんって呼ぶんだけど、そう、ゴマちゃん着てると、なんか、かわいいってやってくれるから。旦那ちゃんのワードセンス可愛くない？さっきからね。かわいいの、なんか好きなの着てるとすごいかわいいねかわいいねって言ってくれるから、なんか毎日ちゃんと着て、今日これどう、これどう、どうってやって、いいじゃん。でもなんか興味ないときは興味ない、あ、いいんじゃない、わかりやすい、ずっとゲーム、ずっと入れ、全部褒めろよ、かわいいね、あ、興味ないんだねみたいな感じだけど、部屋着はなんか好きなんだよね、これ外に着ていけないなっていうやつを部屋だったら楽しめるじゃん。なんか外に着ていけないブワーンみたいなの出してるのとかさなんかあーこれちょっと私若いって思われる、なんか若作りと思われるかなみたいな服を部屋着で着てる。学んだ学んだ
誰も見せないね、まあ、宅配のお兄さんにしか見せないから。そう、なんかさ、それこそさ、うん、家の中で基本さ、下着つけないからさ、うん、宅配来た時マジで焦る。やばいよね、やばいよね、やばいよね。こうやって荷物もらう失礼いたしますーっつって、あ、どうもーっつって。宅配来た時私逆にえみたいな感じかもしれない。めっちゃなんか外に出せないようなさ、あの夏とかも刺激強い系とか、あ、そう着て、着たくて着てるからね、布まとってちゃう。いや、なんかそう、一人暮らし時代からそれをずっとやってて、なんかそれを知ってる友達とかに、本当にやめた方がいいよ、本当にやめてみたいな言われるくらいのやつを。そう、旦那さん全くそういうのに反応しないんだけど、なんか自分が好きでそういうのやっててダメだよねって思いながら、なんか家だけは楽しめるみたいな。なんか最近全部宝ボックスに入れてって言ってる。まあね、基本ね、何宝ボックス、はい、そう言って、ね、そう、いやいや、でもいいと思う。ちょっとわさび服でいいよ。でも結婚してから変わったって言ったら、でもあー、なんか一緒にご飯食べに行くときにフルメイクしないとかね。私そこは絶対するわ。うわ、すげえ、それあれしないんだよね。外行くときは、だって隣歩くわけじゃん、うん、うわー、だから今日も午前中運動会だったんだけど、うん、あ、そうだね、綺麗にやっぱり、もう朝6時半に起きて、大事だわ、ちょっと先に私準備するから、うんうん、よろしくっつってパッてやって、パッてじゃない、ちゃんと丁寧に丁寧にやるんだ。そのままだってすっぴん寝ちゃうもん。いいんじゃん。いやいやいや、やっぱ大事だわ。変わんないじゃない。変わんないでしょ。変わる。変わる。変わるっけ？変わる。変わる。変わる。ついてるからね。あ、これついてるからね。まあ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 。いや、でも、やっぱ腹の感じ変わるやん。まあね。うん、ここはね、ここはこっちがね、だ、シミがさ、シミが。シミはいいのよ。ツヤよ。あ、そうそう、ツヤツヤツヤ。あの、くすみツヤ。だって最近朝起きて、なんか自分が、なんか、緑っぽいなって、うん。あ、わかる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 。何これ？くすみすぎ？なんでこんなに？どうしてってなる時ある。だからこの YouTube 撮ってさ、だいぶお蔵入りにしてるものとかあるんだけど。あ、そうなの？なんか夜晩酌してる様子をね、ちょこまか撮ってんだけど、今までだったら、すっぴんの晩酌動画別に普通に編集できてたんだけど、うん、最近いや、ちょっとすっぴんだときついわっつって。あ、ほんと？もうここ最近で多分 4,5 本お蔵入りにしてるくらい、もう撮ったやつ見て、あ、ダメだわっつって。ダメちゃんマジで変わんないけどね。変わんないよ。全然変わんないよ。全然変わんない。あ、やべえ、これ小麦だ。ねえ。小麦アレルギー発症しました、私。ダメですよ。でもさ、男性もさ、うん、そのさ、下着とかさ、うん、ウェアとかさ、気にしない人マジで気にしなくない？超わかる。だからさ、私逆に旦那が超気にするの。その日、家から出る、もうちょっと友達と遊びに行くとか、ちょっと何ゴルフ行くとか、もうとにかく外に出るときに、全身のコーディネートに合う靴とか、なんかパンツとか、めっちゃこだわってんの。ちゃんと、ピシッとする。ピシッと、そう、今日はこういうコンセプトで行くからこうしたいとか、なんか今日は、なんか、そう、なんか下着とかもなんかわかんない、こだって。私、靴とかも超適当だからさ。でも今日かわいいじゃん。今日はディルスチュアートの、うん、ディルスチュアートのスニーカーです。ディルスチュアートがスニーカーを出してることにびっくりした。そうだよね。そしてそれをきなんかこの年で履いてることにもびっくり。どうディルって何歳までなの？私はもう無限だと思っている。そうだよね。うん、無限ない。服はちょっとあれかなと思うけど、まぁ、あ、ちょっと甘すぎちゃう。うん、なんか一層40代とかのように似合うなと思う。逆にね、うん、20代後半か30代とかはちょっと気になるけど、40代いったら全然いいだろうなみたいな。でもね、うん、私、ジルチュートの香水つけてんのよ、最近。そう、あれか。で、置いてやるそう、もう5番は使い果たして、ジルチュートつけてんだけど、マジで、あんなに、これどこの香水ですかって聞かれたことないぐらい。必ず聞かれる。嗅ぐ？かぐ。私さ、うん、コリのこれ買いに行った時にさ、うん、チャンス久々に買った。え、チャンスも聞かれるよね。でも、うん、コリがくれたやつじゃないチャンス買ったの。あ、もう気持ち大人っぽい。大人っぽい目のやつね。あ、確かに聞きたくなる。よくない？え、
それが伸びるしない。それこそ下着ちゃんとしたのつけてる。つけてるでしょ。え、これ本当会社でもそうだし。すごい。やばいね。え、なんか万人受け。あの香水嫌いな人でもいいんだろうなっていう感じ。なんか我々の世代のライオンハート。ああ、ハートのみんな、エンジェルハートかな。エンジェルハート。ライオンハートお前。君を守るためなんだよ。いやね。エンジェルハート。エンジェルハートか、なんだっけ、エンジェルハート。サムライハート、またね。か、我々の時代、クロエとかさ。そう、なんかちょっと甘い感じ。でもあれが良かったじゃん。なんかこれ石鹸なんかね、すごい爽やか。爽やか甘い。爽やか甘いもんね。甘すぎない。甘すぎない。なんだろう。そう、なんかさ、これつけてて、この前びっくりしたのが、それこそ、前松本行った時にさ、店員さんあの、なんか、何の店員さんあれ、女の人だったんだけど、あ、それこそ明日行こうって言ってる、うん、あの、食器屋さんの、店員さんが、うん、すいません、みたいな。あの、何の香水つけてらっしゃいますかみたいな感じで聞いてきてくれて、ごめんなさい、変なこと聞いてごめんなさいみたいな、ちょっとすごい気になってって言って、もうめっちゃ検索してこれこちらですって、へーってやったぐらい、これはマジで、これとチャンスはマジで聞かれる。チャンスのピンクマジいいよね。え、マジ聞かれる。そうそう、チャンスのピンクマジでやばいよね。めちゃくちゃ女だなっていう感じの香りじゃん。うん、わかる。あれは聞かれる。え、でも、うん、商談はこれで決まんないのよ。なんかわかる。商談はナンバーファイブで決まるの。なるほどね。ちょっとね。ピリッと。そう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 、ね。大人の女、信頼感とか。なんかもう香りでやっぱりね。香りでね。香りでね、わかる。女はね、演出できるから。香りも大事ですね。香り大事だわ、やっぱり。他女で大事なことって何？でもメイク、髪、下着、香り、あと靴。靴大事だと思う。最近思うの。大人になるとめっちゃメイクよね。私ずっと見ちゃうもん。うわ、あの子、ヒールの底減ってるとか。めっちゃ。わかる？あー、あれはダメだわ、とか。あと、なんか、汚いとかね。あの、つま先の方が、ちょっと泥ついてるとか、剥げてるとか。わかる。なんか、そんな子から物買いたいかな、とか。わかんないよ。なんか営業職とかだったら。なし。そんな子にこの会社コンサルされたいかなとか、なんかあるわけよ。なら、めちゃくちゃ私は靴気にするんだ。なんかそれも旦那さんに言われたんだよね。うん、これもうこの靴やめな、みたいな。やっぱ汚く見えるって思って、そういうのをやめた。大事。だしさ、私さ、夏それこそ丸の靴さ、型。ありがとう。めっちゃ先尖ってるじゃん。あれで歩いてる時って自信ついてんだよね。わかりますか？足綺麗に見えてるし、なんか、あ、もう、行くぞみたいな感じになるし、うん、で、あとはもうなんか、超高いヒール、それこそさ、ガッチガチのもうピンヒールで、ルブタン的な。ルブタン的な、そうそうそう、履いてるとき、私今足の裏赤いから、みたいな感じでさ、歩いてるとき。いやー、大事ですよ。あと私よく見ちゃうのは、うん、タイトなパン、ボトムス履いてる時の、それこそラインなのよ、下着の。あー、見えてる子いるよね。今年の夏めっちゃ見て。見えてる子いるよね。もう、お前 T じゃないかい。いや、そう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 。あのね、意外と思ってるほど見えてるからね。そう、思ってる以上に。確かに。ほどじゃないか。ほどじゃないね。思ってる以上に。超見えてて。見えてる。私あれできないもん、だから、すごいなーと思う。あれで、普通のパンツ履くの。そうなんだよ。そうなんだ。いや、そういうの大事だよな。大事だよね。完璧にやってたとしてもね、それこそ地味中とか履いててさ、綺麗な格好してるのに、あ、ライン見えてるって。で、地味中の靴は私も結婚式用で持ってる。あれ、足めっちゃ綺麗に見えるよね。地味中マジすごいよね。うん、地味中は本当に、普段歩いてもいいと思う。うん、プルーンじゃなくて、うん、プルーン。ミキプルーンですか？スタンダードな形のもの。プレーン。プレーン。ネイルと一緒でさ、ふとした瞬間に目に入るところって超。そう、あ、確かにテンション上がる。ネイルテンション上がるわ。そうなんだよ。いや、やってもらいたいな、今セルフなんだよね。でも綺麗だから平気だよ。あ、見えない。全然平気、綺麗だから。すごいね、チップでそんな。でもめっちゃさ、そこの色めっちゃいいよね。ギラギラ。ギラギラ。自己主張。
いやそれこそさ、ネイルも男受けか俺受けかってあるじゃん。あるね。私男受けイコール俺受けなんだろうな。コリはそうだよね。うん、だからあれなのかもしれないけど、でも男受けなんて気にしてネイルしてたくなくない？してたくないし、ちょっと指関連でいくと、ええ、こないだ、うん、お仕事関係で会った人が、うん、まあいろいろなんか、なんて言うんだろう、メンタリストじゃなくて、なんていうの、その、ディーゴ、うん、あ、ディーゴ。なんだろう、こういうことをやってる人はこういう傾向にあるとか、そういうのをいろいろ詳しい方がいらっしゃって、うん、その人といろいろ話してたんだけど、うん、私がいろいろ話してるのを聞いて、うん、本当に？みたいな感じですごい言ってきたの。うん、なんでそんなにそうやって聞くんですかみたいな、結構フランクにプライベートからいろんな話をしてたんだけど、うんうんうん、それどうなんでそうやって思ったんですかって言ったら、うん、指輪の数って、うん、異性との関係、異性というか恋愛対象の人との関係が出るんだって。なーにー何かちょっとその恋愛関係とかでうまくいってないことがあると、うんうん、指輪をたくさんつけるらしいよ。え、私3つついてんだけど。変だいやいやいや、でも聞いてくれ。でもさ、聞いてあげよう。あの、1個ずつ意味がある。おこれは結婚指輪だ。おだ何を隠そう、結婚指輪だ。結婚指輪だ。おここは、独身時代に買った、ハワイアンジュエリー。ハワイアンジュエリーだ。ね、待って、なんか、あれあ、違う。なんでもない。なんだよ。何あれってもらってないよ、これ。自分で買ったやつだよ。違う。なになにやばい。え、今一瞬で昔の恋愛思い出した。なになにいや、ハワイアンジュエリーのピンキー昔もらってつけてたなって。いや、なんかさ、うちらさ、バイトしてた時ぐらいめっちゃ流行ってた。流行ってた。流行ったよね。流行ってた。大学生の時。めっちゃ流行ってたよね。てたえ、アクちゃんとかやばいからね。あいつハワイ生まれか、ハワイそんな近くですけど。でもこれは本当に、なんか、そういうね、丸いとかにさ、売ってるハワイアンジュエリーって、ずっとつけてると錆びるのよ。で、錆びるなって思いました。2014年の出来事だったと思う。うんうん、14年か15年かだったと思う。まあ、その辺だね。そう。錆びていくハワイアンジュエリーを見て、私はその時ニートだったんですよ。その時がニートだったんですか？そうなんですよ。その時誰にもね、ニートだってことは言えなかったんだけど、うん、で、ニートだったんだけどハワイに行ったんですよ、うん、リッチなニートですね。で、ハワイに行った時に、あ、これは私錆びていきたくないと思って、自分がね、錆びちゃうよね。そう、ね、あのバイザヤードとティファニーの、うん、と、なんかもう願掛け系を全部買おうと思って、ジュエリーをハワイアンジュエリー屋さんで自分の好きなデザインにしてもらって、ホヌとカメとなんか、ね、幸せがこう波でこう戻ってくるみたいな感じの願掛けをしてもらって、で、それを重要金だったらずっとつけててもいいよみたいな、なんか言われたのよ、その時。で、わかったと。じゃあもう、ちゃんとしたの買うって言って、ニードなのに結構高い金出して、いいよね、しかも細さも選べたから、え、そっからずっとつけてるの。あ、ちなみにもともとこっち側につけてたのね、うん、右に。でもここぶつかっちゃうなと思って、左、ね、あ、ごめんあらららら、そう、あのぶつかっちゃうの嫌だなと思って右につけたんだけど、うん、なぜかここについてますね、うん、こちらなんですか？なんとですね、こちらの左についてる婚約、あ、違う、結婚指輪を旦那さんなくしましたよ。あら。はい。彼が言うには、あの、ゴルフしてる時に、ポーンって飛んでったと。なるほど。緩かったんですかね？緩かったんです。すごい緩かったんです。確かに緩かったんです。気づいたらここもピュピュピュってなるぐらい。ポン飛んでちゃって、探してもらったけどなかったんだって言ってるんですよ。うん。まあ、そういうことでしょう。信じましょう。そうそうそう。うん、それは分かったと。でも、お前じゃあ、つけない気かってなって、うん。そうですね。ここはつけないのか、つって。うん、いや、別になんかつけてほしい女としてっていうのももちろんあるんだけど、うん、そうじゃなくてこうつけてるかつけてないかでさ、仕事先の男の人のこととか測ることない、うんうんうん、いや、うん、ダメだって分かってんだけど、うん、いやでもこれ一個あるのは、うん、やっぱ指輪つけてる人への信頼度はなんか上がるかなあー奥さんなんだなーみたいな、なんかちゃんとしてんだな
ってなっちゃうよね、うん、この年になるとさ、うん、なんか女の子に対してはそう思わないんだけど、思わない男性に対しては思う、そう思っちゃうから、うん、なんか旦那さんがそんな風に見られたくないって思って、うん、つけろっつって、うん、しょうがねえなっつってつけてくれたんだけど、その時にじゃあこいちゃんも私服作ろうって優しいじゃないですか、いいよって言って言ったの、うん、でも私はこいつに思い入れもあるから、うん、こいつつけたいなと思ってたんだけど、一緒に作ろうって言うから京都のところでさ、なんか2人で作れるやつ作ったんだけど、うん、まあ気に入ったのがつけれたわけよ、うん、でこれをじゃあこっちの左につけようって言ってたんだけど、えこいつはってなって、うん、えそんななくしたからってこの誓い合ったこの指輪を私は絶対に外したくないってなって、うんうん、しかも値段も全然違うし、うん、だからこっちは右につけるねって言って、なるほど、そうお揃い、ちゃんと意味があるんですね、そう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 、えギラギラ、はい、ギラギラの婚約指輪はどうしてんの、あギラギラの婚約指輪はお家にします、うん、あれつけた方がいいんだよね多分ね、つけてた、だってすごい華やかですごい何カラットでしょみたいなさ、いやわかんないですけど、うん、あれはでも好きなブランドだったね、うん、ちょっとつけ、うん、そうね、あれつけた方がいいね、うん、だって重ねてもいけるでしょ、いける、つけようかな、つけてないよ、もったいないよね、うん、もったいない、もったいないよね、だって将来売る可能性は低いでしょ、うん、多分だからつけていいと思う、うん、あれそうだね、一応売れるけど、うん、そうだね、つけた方がいいね、でもそうやって指輪でも測られちゃうから、そうだよね、うん、つけよう、ダマちゃん、こいちゃんとも何がいい、何があったっけ、私は、うん、これなんていうの、正規正規なんつったあいつやっぱさ、最近そういう、なんていうの、あの、漢字を読むってことをしてないから。これは、あのね、正気のサタンです。わかりますか？本当に正気のサタン、あ、正気のサタン。あ、そうそうそう、正気のサタンですよ。なるほど。一物じゃないんだから。ピー、そんな、言うとない。逆に、そんな想像されちゃって。思うんですけど、かわいかった。塩気のサタンは、確か、アルコール度数が、あ、7。あ、ね、0.7。0.7? え、ちょっと飲みたい。え、もう、7。7は結構ストロークでございますけれども。え、やばい。え、すごいよ、これ。ほら、見てよ。かわいいよ。え、これ水？これ水？マジ？なんか、癖ある水。軽い。なんかさ、あ、本当だ。クラフトビールな感じなんだけど軽い。すごい、これなんか普通にアルコール入ってないよって言われてもわかんないぐらい。クラフトビールと同じ。飲めない。飲めないわ。こちらは同じ醸造法の醸造ね。新しい 0.7% というアロマ、うん。なんか言うよね、こういうさ、なんかいい感じのビールってさ、アロマがとか言うじゃん。うん、なんかピンとこないね、うん、わかんないね、あれは女子力と酒、何がどうした、女子力高い人ってさ、どんなお酒飲むのかな、ワインじゃね、料理がてかな、あれだわ、料理が上手な人は、うん、仕事ができる、段取りができるからね、うん、それはわかる、最近マジで思う、それはわかる、それはわかる、いやだからできるのよ、いや、アミちゃんもできるじゃん、アミちゃんできる、できる、ダマちゃんクッキング最近見てないけど、いやだからね、めっちゃさ、できるじゃん、作るじゃん、え、で、撮ってんだけど、うん、あげられないの顔が、もう、もったいないって、あんだけ作ってる、ね、いや、頑張ってんのよ、最近はね、うん、だって、そうだよね、うん、キビちゃんのご飯もそろそろでしょ、そう、離乳食もさ、最初はベビーフードに頼りっぱだったけど、うん、徐々に、うん、野菜スープなり時間があるときは自分で最近はもう食べるからさ、食べれる、すごいね、作ってんだ、作ったりしてんだけど、あと薄味で作れそうなもの作ったりしてんだけど、まあなんかちょっとレパートリーもないしさ、でもダマ飯めっちゃうまいよね、あ、ほんと？ダマ飯好き、何食べたっけ、え、結構食ってきたよ私、あなたの食べたっけ、あのブロッコリーにハマってる時代ぐらいからブロッコリーの、ブロッコリーにあのあれ茎にハマってるじゃないぐらい、芯ね、芯、あれぐらいから、そうね、うまかったもんな、シンプルがいいんだよね、
シンプルで、しかも結構健康的な飯作るじゃん。実際ね。あれすごいなと思うわ。ありがとう。私、さ、茶色、茶色、茶色、30分以内みたいな感じだから。でも30分以内で4、5品作れんじゃん。ペッ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 ペティ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 ベレが1本30分ぐらいだから、その間にね、うん、そう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 、ティリリリティティティみたいな感じ。なるほどね。そう、あれいいよ。スマホをさ、こうやって立ててさ、 YouTube キンプリちゃんのダンプラとかを流しながらやってんだけど、もうさ、見ちゃう。そうなんだよ。あ、やばい、今のところって思って。でしょでしょ、そういうの見ちゃうから。一番何も進まん。大丈夫。ああ、シンプソンとか一番いいの。流しとく、ね、頭に入ってこない。でもコナンとか流して作ってたとしても、うん、気になっちゃうから。ピッとか言ってね。ピッピッは犯人、あの犯人がさ、こうピッってこう作るときない。あのコナン君がさ、こう一本さ線がこうピンって走ってさ、ピロピンみたいになるとき、ご参照ください。無理だよ、30分以上撮れないって。こっちそれ仕事しとるんじゃけ。本当そう、世の人たちみんなよくやってる、ね、いやすごいよね。どうすんの、なんか2人とか3人とかのママってどうやって来てんの、ね、本当に尊敬するんだけど。すごいよね、4人分の飯どうやってんだろうね。4人分、5人分の飯を作っている、そこのあなた、もう国宝です。うん、国宝だと思う。その国宝級の技術を享受していると理解していない旦那諸君。本当にそれがなくなったら、おめえコンビニのカップラーメンしか食えんのやからな。カップラーメン好きとか言うてるけど、10年もカップラーメン食えんのかっていう話だからな。死んじゃうよね。死んじゃうよね。いや、よく頑張ってるよな。みんな頑張ってるよ、よく。すごいよね。絶対できないもん。あなたもよく頑張ってるよ。私は酒飲みながらさ、30分で作る。このもう、はい、しごわってなって、はい、しごわ、もしくはもう終えよっていう決めの問題の時あるんだよ。もう絶対終わんない、終わんないし、でも明日は終わった、あーでも明日までにやっときた、いやもう終えようっていう時は、このちょうどこの間ぐらいが30分とかで終わるから、うん、あのチンピチピ飲んでたのに、うん、そしてだからこれが終わるぐらいで作り終わるととてもいい。とてもいいですね。いいですね。頑張ってますね。頑張ってますね。女って。旦那さんももちろん子育てはさ、全然してる人たちいっぱいいるし、それこそ旦那さんの方が子育てしてる人とかも全然私結構夫婦で見たり。はーい。あなたのおうちそう？そう？マジでそう。平均じゃない？一緒ぐらいじゃないんだよ。いや、旦那さんの方が。うん。すごいね。休日もっぱら一緒にいても。あ、そう。あ、でもめっちゃ懐いてるじゃない。遊び相手は上手だよね。確かに。ちょうどいいんじゃない、バランス的には。なんかな。だから私遊ぶの方法としては、うん、一緒に踊るな。ああ、同じ目線でね。そうそうそう。でも私が思いつかない発想の遊びを子供相手にしてるから、うん、で楽しそうにしてるから。ピッて任せて。なるほどね。いやでもね、そう、あなたの旦那さんすごいなと思うわ、本当に。ありがとう。うん、子育てを協力してるとかじゃないもん。ないの、次元そこじゃないの。協力とかじゃない、もう俺が。そう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 。産んでる、多分産んでるよね、産んでるよね、産んでるよね。でもね、いっぱいいると思うよ、実際。いや、まあまあ実際はね、そうだよね。まあ周りもそう、まあまあまあ確かにそうだけど、まあ、そうじゃない人も結構いるしさ。こう本来だったらね、私本来の主張をするのであれば、うん、10ヶ月はらんでるわけよ、言い方あれだね、10ヶ月お腹の中にいて、あの、まあ、大事に育てているけど、その間って自分のことじゃなくて子供のこと大事なわけでしょ、大事でしょ、大好きなお酒も飲めないし、生物も食べれないし、私は1日5杯飲むけども、コーヒーを飲めないし。ね、突っ込んでいいのこれ。うん、そうね。飲みすぎる。カフェイン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 言うて、カフェインカフェイン終わったアルコールって生きてるわけよ。摂取してるね。で仕事終わったーってゲーバー行ってさ、
こうタバコの煙にさこう囲まれてさ、ね、酒をまた飲むわけでしょ。そんなことがさ全部できないわけじゃん。アイデンティティと言ってもあれは分かんないけど、好きなことがまあまあできなくなるよね。運動もそのしないけどさ、まあ、走ったりもできなくなるし、10ヶ月そうしているんだったら生まれた後10ヶ月あなたが育ててくださいって言いたいけど、そんなことできないじゃん。だったら一定もう1歳とかなったらずっとあなたが育ててって思っちゃう。まあどっちかが負担が重いっていうのはなんかそのそう、あ難しいね。まあでも難しいよね。わかんない。その夫婦それぞれの形があるからな。おめえは稼いでこいっていう場合もあるからね。子育てなんかしなくていいからてめえはどんどん稼いできやがるみたいなおじもあるしね。それが責任だし、ね、うん、それが責任だしね。育てるっていう意味ではね。そうだよね。いやそんなことを考えなくてよかった。はい。結婚前だったりが、はい、とっても眩しいです。眩しいですね。でも結婚前、結婚前で悩んだね。あーまあなー結婚前の方がなんか孤独みたいな感じで悩んでたね。孤独って何しても孤独ないよね。何しても孤独ないよ。なんかこのまま私置いてかれるんじゃないか、独身のままなんじゃないか、誰かに愛されるのだろうかなんて思って生きてきてた。あ、そう、なんかさ、結婚できなくても人に愛されないっていうのが一番虚しい。そう、虚しい。そう、結婚できるとかそういうんじゃないよ。ないんだよね、うん。プロポーズされるとかっていうんじゃなくて、ね、一生生きて、あなたと生きていきたいって思ってくれる人がいるかどうか。いるかどうか。そうなの。怖かったなぁ。やばい、トイレ行きたい。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。珍しいじゃん。珍しいじゃん。そうだよ、私、ドーピングしてた。いやー、だってさ、なんか私の周りとかさ、毎日さ、インスタにさ、やっぱキラッキラした日常をさ、あげてるけれどもさ、キラッキラした日常なんてないのよね。そんな日々、毎日すごいよね。それをじゃあみんなもキラキラしてないかもしれないけど演じれてるのもすごいし、それを毎日発信するっていう努力もすごいし、なんかみんなすごいんだよねって思うんだ。本当に本当に。なんて我々はさ、なんか楽しいことがあったらインスタなりなんか更新してるけどさ、はい、本当毎日ちゃんと更新してる人いっぱいいるじゃん。すごいよね。すごいよね。私最近ちょっとインスタ全然更新してなくてやばすぎ。コリのさインスタってさ、はいはい、投稿一覧みたいなやつ見るとさ、コリ映ってないよね。うん、食べ物か景色か。今景色に統一してたい気分。ピッピッって2回ぐらいやると俺の中こういう。だからぜひ見てくれ。我々今度デートするんだ。あ、いいね。うん、何デート？フェスデート。フェスデート？二人で行くの？え、何フェス？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 テレビ朝日ドリーム。ほう、レッツ検索。新しい学校のリーダーズと。ワニマと緑黄色社会と、わお、その辺でキンプリちゃんもいる。あ、そこ目的かい。緑黄色野菜でんの。社会だって社会だって。そう、割といいラインナップじゃない。本当だ。あ、次の日もさ、生き物係も。あ、そう、でも1日目しか行けないんだけど、うん、パフィーもいるよ。そう、え、この最後の日ジョウバチ出るじゃん。最高なんだけど。ジョウバチなんじゃ。え、何聞いたらわかるかな。え、あのアイドルのさ、あのアイドルは、推しの子のオープニングでしょ、うん、そのエンディングを歌っているのはジョーバチです。へー、グリグリドカーン。違うねそれ、いないいないバーかな系のやつかな。いないいないバー、私よく見てる。なんで。いや、私ね、なんかね、子供いないけど NHK クソほど見てて。あら、そうだなって言い方いい。なんかね、あの頭を無にしたい時って E テレすごいいいね、あの番組やってるんだよ。そうなんだし、大人でももう一度振り返った方がいいんじゃないっていう道徳とか教えてくれたりとか。あとはネホリンパポパホリンとか知らない。何、あのユウと山ちゃんが、あのなんか指人形、手に何、なんかパペットマペット、パペットマペット的なやつで喋ってるやつなんだけど、
なんかそれこそみんなの知りたい、なんかそう推し活にめちゃくちゃお金使っちゃう人とか、ホステス、ホストについて破産した人とか、なんかそういうちょっとどういう感じなんだろうみたいな人たちを根掘り葉掘り聞いていくみたいな。あれめっちゃ面白くて。面白そう。一番面白い回ね、サークルクラッシャーの回。わぁ、見よ、今日見よ、見て、サークルクラッシャーの回。サークルクラッシャーの回のね、あの、サークルクラッシャーって何かっていうと、サークルの中の男の人たちを全員恋愛対象として見ていて、あらゆる三角関係作ってクラッシュする人。必ず一人いない？うん。絶対いるでしょ。絶対いる。で、サークルクラッシャーの人が出てるんだけど、どうやってクラッシュしていくかっていうのがね。おもろ。え、もう面白い。もうね。もう面白い。もうこんなテクニック、もっと早く教えてよ、みたいな。あいうえおかな、さしすせそかな、なんかあったのよ。さすがとかじゃないよ。全然違うの。何？全然違うの。え、もう見よう後で。もう見て。見え、こうやって男の人落としていくんだ、サークルクラッシャーって、みたいな。サークルクラッシャーは何を生きがいに生きてんの？自分のことを好きでいてくれるとか。寂しがり屋さんなのかな。そうやって男の人たちが、まあ自分を中心にして、だからもう喧嘩をやめてのじゃない。そんなEテレでやってんの？そう。すごいね。そう、めっちゃ面白いよ。それはめっちゃ面白い。もう聞いただけで面白い。でサークルクラッシャーしすぎて、なんか男の人生もクラッシャーしてみたいな、なんか話とかもそれを見てて聞いて。クラッシャーしたことある？男性の人生。ない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 よね。ないないない。クラッシャーしてる人と付き合ったことあるけど。誰？表紙モデル。なんだっけ名前。待って思い出さない。クラッシャーしてんだ。もともとクラッシャーしてた。面白かったよ。最初はモデルさんじゃん。だからさ、まあそうやって表に出る仕事をしていくのかなと思いきや、まあそれで。結構売れないのか売れなかったのか分かんないけど、その後プロボウラーになりたいって言って、ちなみにニートね、フリーターね。その後分かんない、私と別れた後歌い手になりたいって言ってただけを記憶を最後にフェードアウトして、フェードアウトして、どこにいるんでしょう。元気やな。私でもお前は薬病神かって言われた。いたね。クラッシャー、クラッシャーだったかもしれない。クラッシュしてったかもしれない、まともな人が。え、でもサークルは壊してないじゃん。一切壊してない。そうだよね。そういうクラッシュはしてないじゃん。でも今思うと薬病神かってひどくない？うん、ひどい。てかお前だろって思うよね、あれは。そうだよね。うん、これ開き直りだけどさ。うん、え、だよね。うん、てめえが薬病神だろってなった。なんかあったよね。うん。元気かな。元気かな。みんな元気？どうだろう。どうでもいいけどね。本当にね。マジでどうでもいい。マジでどうでもいいし、なんか、本当に今の旦那さんでよかったと思う。心から。いや、なんか、うまくいかない人ってうまくいかないなりの理由があるんだなって思うし、その人はその人に一番合った人と、まあ、巡り合って結婚していくんだろうなって思うけど、本当に結婚しないでくれてありがとうって思う。ね。そうじゃなかったら今の旦那さんと出会えてないし、今の幸せがないので、うん、今の旦那さんと出会わせてくれてありがとう、神様。うん、ありがとう、数々の恋愛の屍たちを。すべてのエヴァンゲリオン。規模がすごいよ。ありがとう。ありがとうって言いながらまた戦いに行っちゃう。大丈夫。頑張っちゃう。これうまい。うん。おかぎ。甘い？甘い。ちょっと今は気分じゃない。うめぇ。全然いいよ。なんかさ、おかきだけどさ、あの、チークお菓子みたい。うん。なんだこれ。なんか食べたことある味。なんだろう。でもなんか食べちゃうんだけど。わかる。癖になる。しょっぱ甘い。後味めっちゃ美味しい。なんだこれ。絶対昔食べたことある味。これは十条のお菓子なんだ。うん。恋愛経験が少ないまま結婚した人ってどういう感じで結婚していくんだろうな。
怖いね。やっぱり、でも、少ないわけでもない。うん、長いんじゃない？人付き合った人は少ないけど、うん、うん、長いよね。恋愛は、うん、まあ、いろいろ、空白期間はあったけど、うん、人並みだと思う。初めて付き合った人と結婚したみたいな人いんじゃん。いるね。どんな感じなんだろうね。でもさ、余計なことを知らなくていいんじゃない？なるほど。確かにね。だって、キキキリンさんは、うん、いろいろ知りすぎたら結婚できないっていうのを言ってるじゃん。うん、正気じゃ結婚できないとは思う、マジで。いろいろ考えすぎちゃうから。そう。うん、だから、知らないことがある方が恋愛って幸せじゃない？まあ、そうか。多分。いろんな本数見ていくとさ、まだ変な疑いも出てくんじゃん。本数いや、なんか本当に。バッターボックス感じすぎだろ。すごいね。なんか私ごめん、なんか、普通に。いや、言った後で、うんってなって。今日、頭のスイッチ全部そっちじゃない？バッターボックスとか言うから余計なんか。いろんな恋愛も経験してきてさ、何が正解か分かんなくなっちゃうよね。うん、私もし恋愛経験が豊富かって言われると。豊富だよ。あなたで豊富じゃなかったら世の人たちどうなるのよ。でも結構もっとさ、もっとあれの人は恋愛じゃないの、遊びの経験。遊びか。そうか。名前も覚えてない人もいる気がする。それはもう恋愛ではないんだよ多分。私はいないけど。それはね。もうだから名前覚えてない人はもう、あの、本数に数える。本数にね。なんか完全に名前覚えていて、ちゃんと恋愛をしたなって思う人、うん、って、いや、なんか若いって、中学とか高校の時とかを除いてだよ。大学ぐらいからじゃん、やっぱり。二十歳過ぎてからぐらい、ちゃんと恋愛するってさ。わかんないけど。でも高校も入れるのかしら。高校も入れるか。私は高校は入れたいですね。高校結構ちゃんと恋愛してたかもしれない。はい。逆に言うと、なんか、20前後を1回省きたいですね。あーね。なんか。わかります。わかります。確かに高校の時って結構純愛だしな。くっそ純愛だと思う。まあそれこそ私それ松本で恋愛してたんですよ。そうじゃん、なんか、もう、もうどこ行ってたの？サイゼ、サイゼ、モス。いや、あがたの森です。全然違う。さっきあの地図に載ってたわ。あがたの森公園。あがたの森公園でさ、うわぁ、やば、懐かしい。なんか、何して遊んでたの？そもそもあがたの森公園でただ喋るってだけだったの、その時は。うん、中学の時の彼氏はもうほんと、ほとんど、なんか、何？初めての彼氏何歳？中1。早っ。でも、彼氏、彼女っていう権利を得ただけ。あ、何も手繋ぐくらい。うん。で、3年間付き合って、てた。何？そう。2年間だ。付き合ってたけど、1回しかデート行ったことなくて、そのデートで喋ったの一言だけで、あとずっと手繋いで、2人で無言だったの。やばくない？純愛。まあ、その子はもう別れて、自然消滅ってやつですよ、若い子が。その後付き合ってた女の子、その子と、めっちゃ可愛い子だったから、なんかごめんって思ったけど。思わなくていいね。その後の彼氏が先輩だったのかな、中学の時の1個上の先輩かな。まあ、高校でも付き合ったの。一回別れて高校でももう一度付き合ったんだけど。あれがちゃんとした、なんか、ちゃんと恋愛だったかもしれない。先輩と付き合う時って何すんの？先輩にどう行くの？先輩とさ、うん、わかんない。先輩と付き合ったことがないんで。急にしてるぞ。どうしたの？そんな可愛い格好して。ちょっとお聞きしたい。お尋ねしたい。高校生が先輩と付き合うって、うん、まずどこから始まるの？何をきっかけに先輩に行くの？まず、その中学が一緒だった人だったんだけど。うん、中学だって先輩と何でこう接点を得るのですか？でも本当に全く接点なかったんだけど、なんかさ、あのね、私、こんななりで言うのもなんなんだけどですね、中学の時、バカモテたのよ。いや、モテてそうやな。あの時の写真見てくれたらわかるかもしれない。わかんない。過去の写真を見てくれたらわかるかもしれないけど、同年代には全くモテなくて、上にモテる容姿をしてたの、当時。ガリッ
ガリよ。もう今じゃもう見てもわかんないぐらいもうガリッガリ。そんなに身長も変わんないのに。まあ大学生の時のコリは藤子ちゃんボディです、うん、ガリッガリ。あもうでしかもそれでなんかあんまボンってしてない感じだからもう30キロ前半。あまだお胸はね。あそう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 、160センチぐらいあって30キロ前半ぐらいの。でもなんかスーッとしてない。もう超ムチだけで、先輩たちがなんか可愛い子、可愛い子たちみたいな、なんかさあの、あいつ可愛くねみたいなさ、なんか、あの、後輩の ランキング、あ、なんかつけんじゃん。目とかつけんじゃん。で、だいたいその先輩たちが可愛いって言ってくれてた側に入ってたわけよ。だから、なんか、私のこと可愛いって言ってんだっていうのは分かってたんだけど、でも、恋愛対象には、正直、なかったというか、私が好きな、ね、先輩は私のこと恋愛対象じゃなかったというかだったんだけど、うん、その中でも熱烈に私のことを好きだって言ってくれた先輩がいて、すごくずっと好きだって言ってくれてたんだけど、そんなこと言うタイプじゃなかったんだよね。その周りのキャラクター的にもあんまり自分を出すタイプじゃなかったのに、すごい言ってくれてるっていうのが、なんか中学生ながらもなんかちょっと嬉しいかもってなって、うん、でだんだんその人のことをちゃんと見ようと思って、なんか何も知らないのにごめんなさいっていうのもちょっとずっとごめんなさいって言い続けるのもあれだなと思って、ちゃんと見ようと思ったら、なんかすごい努力家だし、なんか周りのこともちゃんと気遣ってるし、でちょっと大人みたいな、なんか他の同年代よりで、えいいかもってなって、3回目ぐらいの告白の後に私から告白したのかな。3回も告白されたので、多分記憶ではなんか誰かと混ざってるかもしれないけど、多分そんな感じで、わかる、もうごめんなさいって言った後に好きになっちゃって、好きですって私が告白して付き合って、でも中学生の時はそれで付き合ったのに一回振られたのよ。なんで？受験があるからって言われて。真面目かよで振られて、もうそっかってなって、で受験して多分向こうも高校受かって、私も高校生になってからメールアドレス変えるっていうさ、出たー臭いあるよね。メールアドレス変えましたのさ、あそこからまたさ連絡取るとかあったくない？あった、あったよね。あった、あれね、懐かしい。きっと連絡返ってくるだろうなって分かってたんだけど、別れてからにそれこそ1年ぐらい経ってから、なんかもしかしたら帰ってくるかもしれないなって思ったは思ったんだけど、まあまあ帰ってきたらいいなぐらいで、別にそれを狙ったわけじゃないんだけど、それを送りました。やっぱ帰ってきて案の定、久しぶりみたいな、元気してるみたいな、どこの高校行ったのみたいな、で、まあお互い落ち着いただろうし一回会うみたいになって、会って、もうずっとやっぱ好きで、その時も、じゃあもう叶ったり、そうで、会えるんだってなって、会ったの、会って一度会って、で普通にそれこそそれもあなたの森で喋って、元気最近なんかどうなんみたいなのから始まって、なんかこうここでここってなんかすごい大変だねみたいな話してたぐらいかな。私が高2、あ違う、高1の終わりぐらいか。でさ、2回目に会った時にさ、それこそまたあなたの森で会ったんだけどさ、その時になんかその人が、私はずっと好きだからさ、ああなんか話せるって、その先輩と話せるってすごいいいなーなんて思いながらさ、もうその時を楽しんでいるわけじゃん。したらさ、あちょっと待っててって言われて、あうんうんうんみたいな、なんだろうみたいな、うん、ちょっとごめんなんか電話かかってきたって言ってどっか行っちゃったので、あがたの森で一人でこうやって公園でね一人待ってるんだけど、なんだろうなんだろうって、したらさバラ持ってきて、すごくない？今考えたら高校生だよえ、すごくない？よく考えたらと思って、もう一度僕と付き合ってくれませんかって、すごい好きですみたいな。ちなみに何本のバラ？一本だけなの。いや開かない、バチェラー受け取ってくれますか。しかもちょっとなんか触れてんの、こうやってプルプルって、もうえ、もう好きってなの、よろしくお願いしますみたいな。懐かしい、あれ情緒ないだわ。もうそのまんま途中でしょ、もう。え、しなかった。しない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 。もうすごい尊かったから、あれ。尊すぎ。今もうバチェラーになってた、私。やばいよね。お願いします、部中だよ。ない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 。やっぱそこは高校生だからね。結構時間かかったよ、それまでは。うわー。
尊いよね。いや私は別に全然どうだってよかったんだけど、むしろしたいくらいの感じだったのに、いやマセてんなしてくれなかった、なんかまだみたいな、わかんないけど、なんか懐かしかった。いいお話、いいお話。純愛、純愛いいね。えダムちゃんの高校時代の恋愛どんなの。え今一瞬時止まった。すごいここ通信状態。え急にどうした、どこどこから話す。え一番なんか自分で純愛だったなって思う。え一人だけだもん高校時代。あそっか、あじゃあじゃあそれ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 純愛。あ純愛ではないってこと。え多分純粋かどうかだよ。クッソ純粋だよ。あじゃあじゃあじゃあそれ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 。え夜、うん、学校帰りに会って、ああ野球部だったんだけど、素振りしてんの見てた。え待って待って待って、すごい全然いろいろ吹っ飛ばしてんな。夜会うまでの関係性に至るまでを知りたいんだけど。あ付き合うまでってこと。アミちゃんの中学の友達。ああなるほどね、はい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 。あそっか高校一緒だもんね。そう、うんうんうん、アミちゃんとそいつが同じ高校に上がって、うんうん、私もその高校に入ってるわけで、うん、でアミちゃんの当時の彼氏と、うん、その彼もつながってるし仲良くて。なるほど。でああそんな感じだったね。アミちゃんとその当時の彼がなんか喧嘩した時に、うん、その王くんに、うんなんかがあって、多分アミちゃんがオークに切れたんだよね。出た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 、切れたんだ。切れてた、うん、とアヤナンから徹夜で切れる。切れるみたいな感じ。切れるみたいな。で教室で落ち込んでる人がいて、うん、それが小野さんね。小野さん小野さん、小野さん、もう小野さんだよ。何度も出てくるから大丈夫。小野さん、小野さんね、小野さん、うん、で落ち込んでる姿を見て、うん、めっちゃいいやつってなっちゃって、はい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 、なんでな、えなんかそのクソどうでもいいじゃんそんな、うん、えなんで俺にキレてくんのって普通なるじゃん。なる。だけど俺なんかしちゃったもんみたいな。それが可愛いなってなったってことだ。いいやつってなって、本気でどうしてあげたらいいかって考えてる姿が、あそう、めっちゃいいやつじゃん。そこでさ、お前たちともなろうぜってなるんじゃないんだ。恋愛なんだ。え、で、うん、最初は高校入りたては別の人がただただビジュアルがかっこよくて。うん、あ、わかるわかるわかる。大体そうだよね。大体そう。大体田中幸喜みたいなやつ好きなの。うん、だったんだけど、うん、そっちが気になって、うん、でアドレス聞いて、うん、連絡取り出して、アドレス自分から聞いたの？覚えてないそこ。どうやって聞いたか覚えてない。でもまあ入手しようと動いた。多分動いた。で、そしたらその時私が仲良かった子も、うん、小野さんが気になってるってなって、うん、でも、うん、なんか譲りますみたいになって。なんでなん？あのビジュアルで譲りますとか言う女いないって絶対。俺のってなるって絶対。すごいね。え、どういうこと？いや、ダマちゃんのあの当時のビジュアルで譲りますなんて絶対私言わないもん。いい子だね。当時のビジュアルでってどういうこと？え、だって誰でも好きになれるじゃん。誰でも自分のこと好きになるじゃん。あなたの当時の高校時代のビジュアル。え、そんな違くないの？どういうこと？え、嘘でしょ？それ何？どういう？あんな可愛いんだよ。可愛い。うんうん。え、どんな男でも落とせたさあんな。うん？あ、自覚ないんだ。え？だって中学校の時可愛いって言われてなくて、うん、あ自覚なかったんだ。分からんかった。あんなえもうちょっとここに出してほしいぐらい。何？え、じゃ違う、超可愛かったよ。いつの高校時代？いや、おめえよ。あなたの高校時代のビジュアル可愛かった、超可愛いじゃん。最初でもこんなんだったよ。いや、もうごまきずっとごまき。え、でもごまきに慣れてないけど。え、マジ可愛かったよあれ。本当？あんな子高校にいる。え、だってさ、アビちゃんもさ、うわ、くそ可愛い子いるって言って逆ナンしたって言ってたじゃん。逆ナンしたって言ってた。教室に殴り込んできた子がいると思ったらアビちゃんで、うん、あ、プリクラちょうだい。あ、怖っ。怖い、マジ怖い。アビちゃんも、アビちゃんも可愛いからな。強いから。しかもなんかハイビスカスなんかつけて。プリクラちょうだい。プリ交換しよう。くそ強いんだよ、あいつ。
なんかめっちゃ可愛い子がプリちょうだいって言ってきたしかもクソギャルだしね、そう怖っはいみたいな、まあ、でもめっちゃ可愛い子がね、バスケ部の超可愛い子と、うん、その小野さん、うん、同じ矢印が向いちゃって「で譲ります」ってなって「いや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 、じゃあえみたいな、じゃあちょっと遠慮なく私は行きます、いやだってさめちゃくちゃだ、もうなんかそんな両方ベクトルが向きましたって言って負けるわけないよあのビジュアルで。いやいや、分からん、絶対違う、だって恋愛分かんないよ恋愛ってさ、うん、何きっかけで始まるか分かんないじゃん。まあ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 、でもまあそれで、うん、まあ付き合ったんだけど、うん、一回なんかすぐ飽きちゃってえ、そうなの、なんか違うかもってなって。まあまあ高校生になってそうだよね。そう、なんかポロシャツの下に T シャツ着てて、うん、そのレイヤードがなんかうんって思ったのだけ。まあ、カエル化現象やないかい。カエル化現象って若い子に、ね。いや、今流行ってるから。あ、流行ってるね。すごい流行ってるね。だ多分、それは思ったのある。ギコギコってなったんだ。何この T シャツギコギコって。ギコギコってなって。別れて、うん、でも、心残り。心残り。心残り残りすぎだな残りすぎだな残りすぎだな、もうちょっと で, なんかでもそっか、変える顔したけど変える顔したけど、でもそのいいなって思った時の心は残ってたってことだ。残ってた。でそれを部活の先輩に相談したら、舞ちゃんそれはもう一回行くべきだよって言われて、うん、あそう、うん、本当ですか、うん、もう一回行って、うん、付き合い直して、うんうん、そっからめっちゃ長かったよね。長い。あでもちょいちょい他の子かっこいいと思う瞬間はあって、そんなんあるって決まってそんな誰だってあるよ、男女関係なくあるって。みんなお互い、へえ長いね。でもそんなずっとだったんだ、うん、でデートが、うん、部活終わりに、うん、ああなるほどね、夜あって集合して、うんうん、でも夜のさ素振り見るだけでなんかあれだよねなんか頑張れ。わかるわかる。私もその前のさ、そのバラの彼氏と別れた後、高校球児と付き合ってたからさ。そう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 、わかるわかる。やっぱ、かっこいいじゃん。かっこいいかっこいい。野球部ってかっこいいんだよ。それはかっこいい。でもさ、でもさ、野球部の女だったわけでしょあのさ、あれなかった、野球部の女 VS サッカー部の女。ないよ、あんの。うちめっちゃあったんだけど。何でどういうこと。甲子園に出てるわけよ、さ、あの、野球部はね、甲子園に出ている。サッカー部はさ、高校サッカーあるよね。うん。高校野球じゃない、高校サッカーあるよね。に出てるわけよ。だからさ、両方全国行ってたの？そん時は多分行ってたんじゃない？すごいね。まあでも、スポーツしか取り柄のない。いやいや。だったんだけど、なんか、野球部の女は、献身的な女が多いわけよ。なんかわかんないけど。献身ってこう、あの、そう、尽くします、支えます、なんか、もう嫁みたいな女が多くて。で、なんか、サッカー部の女は、ビジュアルバチクソいいみたいな。めっちゃ美しくて、あの、足も細くて、なんかこう、全体的にすごい、あの、可愛らしい女。トレンド女みたいな。でなんかわかんないけど、サッカー部の彼女の皆さん、野球部の彼女の皆さんっていうのがなんかわかんないけど、お互いに意識し合っていて、バチバチなの。そう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 。なんかこう野球部は野球部の彼女の皆さんで、なんとなくホームができてる。なんかどうオタクの旦那みたいな感じのテンションよ。そうで。サッカー部サッカー部でそんな感じでこう集まってできてる。でお互いなんかちょっとすれ違う時に、あ、あれみたいな。怖えー、あった、めっちゃあった、めっちゃあった、めっちゃあった、はい、サッカー部と野球部はなんかあった、バチバチにあった、はい、でも甲子園が終わるともう高校サッカーのさ時代になってくるから、もう我々何野球部の女どもは、へえ、あったな。怖くない？怖かった。でも私はバスケ部の男の子の、あのジャージ着たいってなってバスケ部に行ったの。バスケ部の男の子のジャージ着てた。付き合ってないけど、うん、それはあ、でももう別れた、別れた、別れた、うんうんうん、
結局ね、あの高校野球は終わるとともに別れたわ。旬が終わったなと思って最低お互いなんかそういうの盛り上がってたところもあるからさ、すごいね。あったね、昔そういうこと。すごいね。元気かな。元気なんじゃない。いい人だったな。いい人だったよね、うん、分かんないけど分かんない。なんかスポーツしてる人っていい人だよね。いい人だよ。なんかそういうの一途に頑張れてさ、やっぱりいろいろな苦悩を経験してるわけじゃん。うん、あれはやっぱり大会系にしか分かんないよね。分かる。小野さんは高校時代付き合って高校卒業とともにさよならして、うん、でもう一回やり直すみたいになったんだけど、あ、そうなんだ。やっぱりダメで、うん、終了終了。あ、そう、うん、やっぱりそうなんだね。なんか社会人になって一回ご飯行ったけど、うん、まあもう友達って感じだった。なんかすっげーぼーっとしてて私、うん、なんか焼肉食べたんだけど、うん、なんか全然話聞いてなくてずっと話聞いたらしくてなんかこうやられたのだけ覚えてる。違うこと考えてたんだ。全然違うこと考えてた。あ、じゃあもう全然好きじゃないね、うん、やば。全もう好きな人とご飯なんて言ったらもう全細胞がさ全てこうなるよね。全然だったかも。やっぱそういう感じなんだな。なんか高校の時の恋愛とかってさ、もうそこで終わらせるべきよね。まあ終わっていいなら終わっていいと思う。うん、もうそこだけだった。でもなんか私高校の先輩で高校から付き合ってる人と結婚してる先輩いるわ、うん、あ、でも先輩はいる。いや、すごくない？てかね、超純愛じゃない？それが純愛だ。うちの純愛なんかしたことないわ。したことないかも。わり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 。純愛なんてしたことないわ。わりわりわり。でも、輝かしい、うん、いい思い出で。そうだね、青春時代だったよね。小野さんは、確かに。かけて、いや、だってその当時にさ、聞いてたさ、音楽とかを聞くとさ、HY です。あなた HY ですか。クレバ。あ、してる。メールを。オーマイブレイブレイ。何も、もう一番になってもクレバという。うわ、出た出た出た。あ、そう。そんな、綺麗に撮ってる。めっちゃなるよ。その時の恋心とか。全部思い出せるの？全部思い出せよ、その時の瞬間。あ、じゃあ私、純愛じゃないよ。うわーって。その時、ちょうど付き合うか。てかね、違うわ、付き合った。ちなみに何の曲で思い出すの？でございます。そうか、恋愛写真一緒に見たなって。あれずっと聞いてたな。帰り道とか一緒に帰った。もうね、あれね、別れ際だったのよ、それの映画があった頃。もう別れるほんとちょい前ぐらいかな、あれ聞いてて。で、あれ聞きながら二人で聞きながら帰ったりとか、うん、一人で帰ったりとかしてた時代に、お母さんがさ、もうくっそ厳しかったのね。あ、もう未だに私あれちょっと恨んでるぐらいなんだけど、うん、その当時のさ、その彼氏がさ、私をお家まで送ってくれたわけよ、うん、ちょっと暗くなってきちゃったからって言って、うん、あの危ないから送ってあげようねって言って送ってくれて、ありがとうって言って送ってもらってバイバイってやったの。そしたらさ、お母さんがそれを見ててさ、別にいいじゃん、高校2年とかだよ、送ってくれたんだって言ったら、なんかもうバカ怒られて、男と帰ってくんじゃねえみたいな感じで。あ、もう全然意味わかんないの。もうその当時すごいクソ毒親だ。今はね、落ち着いてるけど、うん、その時はもうなんかわかんない。もう聞いてなっちゃったんだろうね。まあ、そういうもんじゃない？なんか見ちゃったのかな？なんか、それ見て、直接。なんか、多分、ママはママで、うん、なんかそういう経験があったんじゃない？当てられちゃったのかな？うん、いや、わかんないけど、未だにちょっとそれを理解できないけど、なんかとりあえず怒り出して、で、その当時の彼氏に電話しろって言い出したの。その場で。結構なスパイシー。結構やばいじゃん。電話しろ。え、なんで？みたいな。怒るっていうの。え、なんで？私を、あの、危ないからって夜送ってきてくれただけなのに、なんで？みたいな。そもそも、てか18時ぐらいよ、でも言うても。でも18時にそもそも娘を連れ出してる年上の男っていう時点でありえんみたいな感じで、なんかお母さんからしたらもう子供と同じ年ぐらいの男の子なのに、なんか対等みたいな感じで喋り出すの。めっちゃうちの娘を連れ出してみたいな、いい年してるのにみたいなこと言い出して、
でもう向こうの彼氏ももうちょっと無理だってなってごめんみたいな感じでもう好きじゃないみたいな、お前もう無理みたいになって別れちゃった。いやーすごいね。だから私もう その事件があってからお母さんに彼氏のこと言っちゃうような逆にね、うん、もう絶対やめようってうずー絶対言うのやめようって思って、本当に結婚前とかもう本当に社会人だから27ぐらいになってやっとお話しするみたいな感じ。もうくっそほんとなんかそんなに干渉してほしくない。まあまあそうね、否定されても悲しいよね。そうそうそう、私なんかあなたのせいで別れたみたいなのもあるからさ、自分の意思じゃないみたいな。でもずっと喋んなかったな。それ以外のことはめっちゃ喋るんだけど、もう恋愛関係は喋んないでおこうみたいな。だから結婚相手紹介するのもちょっと緊張したもんね。なんか言ってくるんじゃないかみたいな。だからそれもうほんとそんなことがあって別れる直前に聞いてたのが恋愛で、しかも本当にあの恋愛写真の主題歌の映画が最後のデートっていうか幸せなデートの時のすんなないよね、思い出だからもうなんかうんうんよーってなる。いまだに明日じゃあチャリ行こうか、あげたの時にお連れするね、うん、とりあえず、うん、ここです、ここのベンチですっつって、うん、そう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 、いい、ね、その人どうしてんだろうな。もう会おうとも一切思わないし、なんかもうその時のだけで終わらせたいけど、ちょっと劣化しているっていう話を聞いたから、もう誰だって年重ねるよ。そうそうそう、だからちょっともう あの全く私の目に触れないところにいてほしいなって思って。だってそれこそインスタでさ、うん、ストーリーとかでさ、なんかあの誰かが結婚しましたみたいなさ、うん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 、ライナリブが集まってるさ集合写真見るとさ、おみたいなお、どれが誰だみたいなこれはみたいなね、お互い思ってんだろうなみたいな。いやそうなんだよな、私それ見て見ぬふりしてるから。しかもさ、うん、みんな大体綺麗にあげるからさ、うんうんうん、例えば野球部で、うん、が上げてくる、うんうん、野球部の子がじゃあストーリーズ上げてたとして、うん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 、この間こうも結婚した、こうも結婚したって逆に、うん、あ、この辺はまだ結婚してないんだなるほどなみたいなそうなの、え、こう高校時代めっちゃモテてたのに、フリーなの、あ、そういう感じなんだみたいになっちゃう。面白いね、うん、結構やっていけるんだ。そうで、それを部活で集まるときに、うん、見た、この間のみたいな、うわめっちゃ楽しいそれ見た、誰が誰か分かったみたいな。あ、その時だけさ、ちょっと学生時代に戻るよね。戻る、やばい、私高校の友達一人もいねえやねえ、寂しいよ、寂しい、やばい、なんで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 高校の友達見てる、どこにいんの、松本、あ、みんなとか東京とか、あれインスタつながってる、あ、一人、いや、いるわ、いるけど、なんか定期的に会う子とかいないな。あ、本当？え、会おう。え、そうだから私本当に生ちゃん、生にその中学の3人、大学の2人、7人だけで生きてるわ。くんな。お友達ー、お友達ー。少ないね。やばいよね。こんななのに。そう考えると多いわ。多いよね。私少ないの。少ないんだよ。多そうに見える？少ないな。名古屋にお友達一人もいないの。まだいないの？あ、わかんない。ゲイのお友達いっぱいいる。ゲイの優しいお友達いっぱいいるけど。そういうもんだよな、でも。なんか今から、そうなんだよね。今からの友達ってあんまりだから難しいよね。難しい。仕事でそっから先プライベート行けるかどうか結構あるよね。うん、そう、マジで。私は行けた人はいるけど。あ、いる。いる。なかなかいない。やっぱり仕事になっちゃうし。でも私ね、来年断捨離の年らしいの。わお。断捨離するの人。なんかした方がいいっていろんな人から言われる。あ、でもなんか LINE とか断捨離するとめちゃくちゃスッキリする。そうなの。LINE？ うん、LINE。全部。ブロックすればもう見えない、自分はね基本ブロックしてない。あ、本当？うん。この方どなたですかみたいな人いない？いっぱいいるけど、うん、シュッ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 ってやってる。一度3年前ぐらい断捨離したんだよな。3年前、4年前、結婚前に断捨離したの。そしたら結婚できた。変な愛する旦那さんとか、はい、面白いのが、うん、何人かから言われてて、うん、私ゲッターズさんの本、あ、毎年買うので、うんうんうん、あ、嘘。来年は断捨離だって。断捨離していこう。いけ
構濃くよね。まあでもいいのよ。だってさ、あの1年のうちにその人のこと一度でも思い出したかどうか、あの洋服と一緒でございます。そうですね、はい、あの洋服が得意なんですよ。そうでございます。1年のうち一度でもその子来ましたか、その子のこと思い出しましたか。思い出してないですね。それはあなたの人生必要のない方なんです、ない服なんです、ということで捨てていきましょう。なるほどね。はい、なるほどね。それはお互いにそうなんで、はい、1年のうちに思い出したことがないということは、1年のうちに向こうからアプローチが来たことも、あの連絡が来たこともないということでございます。つまりあなたにとったとしても1年のうちに私のことは一度も思い浮かばなかったということなので、ありがとうございました。ナムご縁があればね、また再会するもん、はい、はい、成仏してくださいませ。確かにです、ね、っていう形でございます。確かにですね、はい、だから成仏させていきましょう。そうですね、成仏させて身も心もすっきりさせて、はい、綺麗なものを身につけて、はい、女として生きていきましょ う, ましょう。あ、いいですね。なんかあ、なんか締まりました、締まりました、やっと締まりました、締まってまいりました。これ多分ね、うん、何時間話してました。2時間半喋って、2時間半喋って、これはノンストップでいけませんですね。本当にやばいです。ありがとうございます。私もずっとここで、もうずっとこのようななんかおねえスタイルで本日をあえて送らせていただきました。どうでしょうか。全然ありがとうございます。ピンクの方で、いや大丈夫もう大丈夫大丈夫ですね。ありがとうございます。本当に、はい、というわけで明日も我々は続きます。はい、そうですね、明日は、はい、あのやっと観光になりますので、はい、まあ動画はこの後、ここでこの動画は閉まりますが、はい、まあ、続きはまた更新しますので、はい、またね、ぜひご覧ください。じゃあおやすみなさーい。おやすみなさいませ。良い夜を。